うちは、古屋で12年ですかね、12年になるんですけども、年6回アメリカの方に仕入れ行ってまして、まあ、行ってる理由としてはやっぱりアメリカもののカジュアルウェアが、まあ、好きなっていうのが一番なんですけども、あとはもう一つ言うとすれば、あの今の服っていうのは大体大量生産の服なんですけども、まあ、当時のヴィンテージって言われてる服っていうのはやっぱりアメリカ製にこだわってあって、作りも良くて頑丈で長く着れる、まあ、そこがやっぱり一番大好きな点でやらせてもらってるんですけども、まあ、例えばこちらの服なんかは、まあ、皆さんご存知の通りリーバイス、あのジーパンでいうリーバイスが一番有名なんですけども、そのリーバイスが昔作ってた、まあ、こうちょっとこうアパレルラインというか、まあ、今はこんなもん作ってないんですけど、まあ、こういうのが今やっぱり僕らの業界では価値があって、ええ服じゃないかなと、まあ、色目もよろしいです。春どうでしょうか。おすすめです。